こんばんは、なのこっちゃんにします。今日は、CD を流すつもりでしたが、環境の問題で流せなくなりました。ということで皆さんの想像して聞いてください。ちなみに今はですね、ディクショナリー2の天使スワラーガが勝っています。かかってる想像です。こんばんは。頼りない天使、なんのこっちゃい西山です。前に自分のライブ企画で、穂高明子さんと石橋英子さんが、フィッシュマーズの足りない天使を歌ってくれました。曽我部圭一さんが天使という曲で、天使はおじさんだったと歌っています。どう考えても天使には見えないですが、果たして、なんのこっちゃい西山は本当に天使なのでしょうか。天使というより、カッパだと思うんですけどね。なんのこっちゃい。なんのこっちゃいにしては今も青春我がライブ人生。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。こんばんは、なんのこっちゃいにします。最近は有観客ライブも増えていますが、未だにライブハウスは定員の半分以下です。ライブハウスは検温、マスク、換気、アルコール消毒、声を発しないなど、観客も含めて他の場所よりコロナにかなり気をつけてライブをやっています。前にライブハウスが叩かれましたが、コロナはどこで感染するかわかりません。いい加減特定の場所を叩くのはやめてください。ライブハウスは不要不急と言われていますが、不要なのは今の政府です。政府なんとかしてください。よろしくお願いします。今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。 Try to the next stage アルファ。今はですね、ディクショナリー2からスケッチ4オーガスブラウかけています。聞いたつもりでお願いします。今回も前回の音川さんの時と同じく都内の某スタジオから発信しています。それでは今日のゲストを紹介します。ポエットポートレート主催コバルトさんでーす。わー、皆さんよろしくお願いします。ちょっと訳あって収録に、問題がちょっとあり、CD が流せない状態になってしまいました。すみません。なので僕のレーベルから今月26日にディクショナリー2という CD が発売されますが。その説明の方を、このラジオで、少し話させていただきたいと思います。西山さんお願いします。今買ってるつもりなのはですね、ブラウというユニットの、スケッチ4オーガストですが、ブラウはバクテリアの川口よしきさん、そして、豊木さん、すいません、失礼しました。チームコバルト3人のユニットで、4人編成です。基本は、まあ、インスト、なんですよね。はい。川口豊樹さんの楽曲をメインに、みんなでコバルトの稲田くんと持田くんと、コバルトの3人でアレンジをして、いつも曲を作っています。はい。それ、ブックレットには、今、アルバム制作中と書いてありましたが、今、順調に進んでる感じですか？はい。半分ぐらいデモを作って、これから録音していきますので、お楽しみにです。はい。楽しみに待ってます。すごいね。ちょっと寂しげな、いい感じですよね。ありがとうございます。はい、で、アルバムの中では、まあ、3曲、川口豊樹さん。はい。で、1曲。はい。コバルトさんが作成してます。次のアルバムは結構みんなもう曲作りますし、結構バンドっぽくなると思います。それで、オープニングでかけたつもりなのはですね、スワラーガ。
の天使という曲なんですが、これはですね、ギターに、キャニス・ルーパスに在籍していた、はい、川上さんが参加してるところもあって、まあ、カバー。はい。今回は、スワラーガーが、ちょっとお休みの期間がありまして、メンバーチェンジなどがあったので、2曲、1曲しかちょっと録音できないっていうところから、じゃあ、天使をカバーしていただけませんかとお願いをしまして、あとは、僕の方で2曲だけだとちょっと寂しいので、ソロの楽曲をこの機会に、というか、ボーナストラック的な扱いでソロを歌ってもらいました。それでこの前、マンダル2でチームコバルトプラス松本玲子さんで、初めて松本玲子さん見たんですけど、すごい良くて。いや、スバラーガじゃ今現在、今度のライブには一応出るのは出るんですか？あ、休止したら。そうです。この間もライブやりまして、非常にかっこよくてですね。はい、新しいベーシストに原田さんという方も入ったんですけども、3回目のライブになると思います。楽しみですね。いや、ほんと、コバルトさんあれですね。松本玲子さんとかね、ユサハルノさんとか、すごい、可愛い女性とね、交流があって、羨ましいですね。羨ましいんですか。だって、西山さんだっていろんな方と会ってるじゃないですか。まあまあ、でもそれはもうほんと表面上なね、あれですからね。まあ、挨拶してる。いやいや、皆さん、はい、僕の場合は、基準は、声が好きな方といつも。はい、なので、新しい、今作ってる自分のアルバムでも、何人かのゲストボーカルをお願いして、新井真理子さん、オムの新井真理子さん、はいはいはい、あと、姫野玉さんや、はい、穂高さんにも一曲、それぞれ皆さんに一曲ずつ歌ってもらえればという今予定で動いております。そう、この前、チームコバル、見て、はい、やっぱり女性ボーカルそこ合いますよね。そうですね。はい、僕、もともと曲作るのに自分用と女性用と分けて作ってたんですけど、最近はもうそこはあんまり一緒でもいいかなって思っているんですけど。はい、で、今回、ディクショナリー2は、ガゼル、歌野敦子さん、はい、ブラウ、スバラウ、はい、4組。まあ、この4組になったのは、やっぱり、なんかこう流れがあったんですか？いや、もう、最初にガゼルさんが僕はもう、はい、中学の時から大ファンで、まあ、コロナがある前から一応、依頼はしてるんですけど、はい、ぜひ、参加してもらいたいっていうのがもともとありまして、で、そのガゼルさんからいただいたデモテープがあまりにも素晴らしくて、それで逆に言うと、このガゼルさんと一緒に入れるときに、畑野敦子さんが僕、アルバムが、いただいたアルバムがものすごい良くて、これはガゼルさんと一緒に、まずここからだった、ね。始まって、そっからまあ。そうです。で、スワラーガー、はい、そうね、まあ一緒に組み合わせるとしたら、スワラーガーと、はい、で、ブラウもちょうど始まりかけた時だったので、はい。はい。はい。そんな感じだった、ね。はい。そう、畑野敦子さん、あれ、全部一人でやられてるんですか、はい、すごいです。そうなんです。一人オーケストラで。まだ、畑野敦子さんはまだ全然見たことないんですけど。いや、もう素晴らしくて、はい、いや、今回のオニバスが、はい、統一性を持たせてくれたのは間違いなく畑野さんの音源だと思いますし、うん、何よりその芸術性と、あと音が家で聞くときに、やはり大きい音で聞くと本当に良くて、他の作品もぜひ聴いてもらいたいと思ってますね。いや、それでもともとね、去年からディクショナリー2発売すると聞いてたんですけど、はい、やっぱりコロナになっちゃったんです。そうですね。だからまあ発売するまで結構いろいろ大変だった。たんじゃないのかなと思うんですけど、はい、ただもう皆様がね、ちゃんと録音してきてくれたのと、はい、何か発売を延期するとかではなくて、はい、まあ少し、実は本当は5月に発売する予定だったのが2、3ヶ月伸びたんですけども、はい、ちゃんとこのコロナの間でもやっているという意思はこう表示し、なんていうかね、こう皆さんがちょっと休むってなってる時でもやるっていうのは意識しましたね。ちなみに、コバルトさんはもう4月6月なんてほとんどライブもないし、はい、どういう感じで生活されてますか？もうこの作業をずっとしてました。はい、あと、新曲の録音だったり、はい、はい。音楽ばっかりやってましたね。あ、そうですね。やっぱコロナになっても音楽が来て全く変わんないですね。そうですね。はい、もう聴くし、やるし、はい。全然変わんなかった。だからあんまりまあコロナ実際仕事も大変だったんですけど、はい、まあ皆さんも同じ状況ですから、はい、やるっていう意識、ね。そうですね。今、まあサブスクとかこうやってきて、やっぱ CD 売れない時代の中で、それでも
この CD を出すというこのエネルギーはどっから？多分これはですね、はい、僕とあと最近ですナリスレコードの平沢さんと、今自腹切って本当に他の人の CD 出すとかをやってる方意外と少なくなってきてるとは思うんですけど、しかもあの CDR じゃなくて CD とかですね、で配信だけだとその皆さんでいけるじゃないですか。で基本的には自分の作品はまあ出すとして、他の方を出すときにはジャケットのパッケージとかは素敵でいたいっていうのはもともとありましたから、今回もあのユーリー岩田さんというデザイン、はい、あのアーティストさんに前回同様、はい、素敵なジャケットですよね。はい、あのそうなんですよ、とても完成されたものを出してくれる方で、やっぱりうちの世代やっぱ CD ですよね。そのサブスクとか全然あの聞かないんですけど、やっぱり CD 買う派なんだ。やっぱり世代的に、ね、僕はあの最近はちゃんとあのダウンロードもするんですけど、よかったら結局フィジカルが出てたら買います。そうですよね、はい、見ながら、はい、そうそうそう、このジャケットがね、はい、やっぱり買っちゃいますよね。なので両方あると嬉しいですね。なるほど。あ、うん、森田さんそっちのもちゃんと聞いたりしてるんですか？あのアーティストによってはもう最近配信しか、あのダウンロードしかできない方もいらっしゃるので。確かに配信のみの。ただね、やっぱり手元にあると飾ったりとかが好きなんですよ。なんのこっちゃ西山、今も青春我がライブ人生。あのタイトルをやってみよう。この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。テレビゲームの中林、各週木曜日配信中。まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。 Try to the next stage アルファ。今はですね、予定ではですね、ディクショナリー2の1曲目2曲目のアイスサングガゼル、そしてブルーデブリス畑夏子さんをかけてるつもりなんですよね。今日はね、はい、本当にちょっと残念でしたが、まあでも、はい、ちょっとコロナの関係で、いつもわらびの方のスタジオがちょっと使えないということで、スタジオに入ってみたものの CD が流したら音が良くなかったんですね。はい。だから次からはちょっと CD は流さないっていう予定でやった方がいい。はい。で、前、多分その、最後に、はい、本番では流せないけども、一曲だけはなんか流せるらしいんですけどね。ん？うん。そうですか。はい。あ、まあ、とにかく、今はですね、その、ディクショナリー2の曲が流れてるつもりで聴いてくださいっていうことですね。先ほどガゼルはね、コバルトさんがね、言ってました。はい、その、ガゼルさんが、はい、まあ最初きっかけで。いやいや、もう本当に、はい、ただ、オムニバス2を作ろうと思った時に、はい、一番最初にお声かけさせていただいたので、はい、ただその、ブラウンにしても、はい、畑夏子さん、スワラーガも、はい、かなりその、本当に素晴らしい音源をいただけたので、オムニテ、オムニバスってどちらかというと、ちょっとそのメイン曲じゃない曲を提出されるって言ったら変ですけども、まあ、で、そうではなく、本当に皆さんシングルみたいな曲を出していただけて、ご提供いただいたので、本当に感謝してます。天使にしてもね、あれ本当に、全然もう、シングルとかその、すごい。まあでも天使はですね、やはりあくまでもセルフカバーなので、ただ個人的にはその、ね、マザーという曲も、まあ、これぞスバラーガといった曲のアグレッシブさが出てて気に入ってるんですよね。まだスバラーガのライブは見たことないですけど、ライブはやっぱもうちょいアグレッシブな感じなんですか？あ、いや、やっぱり演奏自体はすごくプログレッシブだし、かっこいいですよ。でも、はい、ぜひ見に行ってください。そうそう、コバルトさんのね、ブラウンはね、結構本当に良かったんで。あ、嬉しいです。ちょっとなんかね、まさかこんな感じの音だって、すごいわ。いろいろちょっと今後もね、いろんな、はい、ことやっていきたいと思って。はい。まあ、そうか、別にもう、あんまり決めずに、もういろんなことを、ブラウドやっていくような。ブラウはもう基本的にはこの感じだと思います。はいはいはい、まあ、その、少しテイストの違うものとかは入ってくるとは思いますがね。はい。はい、じゃあ、今後はまあ、その、オムニバスだけじゃなくて、例えばまあ、ブラウのね、その CD とか、そういうのをどんどん出していく。そうです。今、レーベル再開して、オムニバス2枚だけですけども、はい、次、来年3月にまたオムニバス3を。あ、
すごい。そう。そうすごい。一応もう予定はあります。もう一応参加していただきたい方にオファーはしまして。皆さん一応。これ、非常に、今度は、そうですね、柔らかい感じ。今回はね、ちょっとこの、多少のダークさというか、美しいダークさと言いましょうかね。4AD さというか、懐かしいです。昔洋画を聞いてたんですけど、はい。4AD と黒糖ツインズとか、そうですね。まあ、アーティスト、それぞれのアーティストがそういうわけではないんですけども、はい、通してなんかこの統一感がある感じ。はい、次回は少し方がか、まあ、なんていうんですかね、素敵な。そうですね。今回のも非常に完成されたもので、で、1も非常にメローな感じ。次は、今回はクールな感じだと思うんですけど、次は少し暖かい感じというか。はい、まあ、なんですかね。はい、まあ、今回も暖かさもあるんですけどね。なんと言えばいいんでしょうか。そうなんですね。ワンで初めてまあ、ライブ見て知った66、はい、ラジオも出てもらったんですけど、はい、まあ、ちょっと、ね、残念ながらね、解散してしまいましたが。残念ですね。はい。はい、いや、でも、66も山際さんも、吐息も、はい、もう今でも聞いてますしね、はい、1も2も本当に聞いていただければ嬉しいですね。そうなんです。今回の松本玲子さんもそうですけど、まあ、1で66知って、そういうなんか出会いっていいですよね。あ、そうそう。オムニバスの、やっぱりこの醍醐味というか、知らない人を、知るきっかけに、例えば、松本、スワラーガーを好きな人が、畑野敦子さんを知って、ただ畑野敦子さんを好きな方が、ガゼルさんの曲を好きになったりとか、そういうふうに、こう、自分の趣味、今まで聞いてなかったものを触れたりとか、できたら嬉しいんですけどね。ちょっと今、コロナでライブ企画、5つぐらいあるんですけど、できないですけど、そのために、ライブの企画もしますもんね。なんだろう、好きな人を見に行くのは当然だけども、そうじゃない人を聞いてほしいというか、知ってほしいっていう、うん。ただ結構ライブだと最近は目当てのバンドしか見ない方も多いは多いですよ。でも、まあ前からもね、そういう人はいましたけども、アンテナがある方はね、全部見て帰りますからね。そうなんです。だからフェスとか、まあ行かないんですけど、行くと疲れちゃうんですよね。もうずっと休まず。前、フジロックで、朝9時か10時から次の日の朝の5時まで30分ぐらいしか休まず見てましたからね。あ、そうそうそう。西山さんね、絶対結局見るじゃないですか。見るか。フェスやるとしたら理想は、ワンフロア、ツーステージですね。あ、で、やっぱり全部見れるようにしたいっていうのがあるんです。まあ本当はね、見たいですよね、基本。まあオムニバスも、今まではちょっと柔軟バンドとか入れるオムニバスを作ってたんですが、はい、自分もまあ、レーベル始めて20年ぐらい経ってますので、ちょっと最近は4バンドぐらいが入ってるオムニバスが好みというか、非常にわかりやすく。そうですね、このポエットポットレスのいいところは、前の1もそうですけど、例えば続けて入ってるんじゃなくて、一曲ずつこうね、入ってるのがいいですよね。いや、そこはね、実は悩んだんですよ。あ、今回悩んだんです。新しくディクショナリーシリーズにするにあたって、それぞれのアーティストが3、4曲だったら3、4曲やったら次のアーティストになるかっていうのにするか。まあ、まあ多いですけど。悩んだんですよ、ね。今回はじゃあそういうふうにしようともやっぱ思ったんですか？最初の1の時に最初そこは悩んだんですけども、いただいた音源で、吐息さんが、1曲は結構長い曲が入っていて、それだと、ちょっと多分、吐息だけが2曲続いてってなると、オムニバスで聴いていくと、それこそ吐息しか聴かなくなってしまうのではとか。この感じいいと思いますけどね。ありがとうございます。やっぱり、どうしても、やっぱ好き嫌いがあると飛ばしちゃうじゃないですか。最初から聴かないで終わってしまうような感じではなく、っていうふうがいいかなと思ったんですよね。いや、全然、うちの方がいいと思います。ありがとうございます。まあ、ツリーも頑張って。いや、すごいですね。そんなに素晴らしいですね。はい。あとは、これは、ワンでコバルトでゲストボーカルで入ってくれた、フィーチャリングしたユサハルナさん。ユサハルナさんの一応アルバムも今作ろうと思って、デモとかを少しずつ渡すっていう段階なんですけども、それ以外にも、まだちょっと発表できないんですけど、3、4組、ポエットで単独のリリース
を考えてるアーティストっていうか、まあ一応予定してる方と、あとはコバルト自体は来年の、はい、なんとか頑張れたら春ぐらいまでにアルバムを、コバルトさん本人もね、やっぱりアルバムそろそろ20年近く出してる18年ぐらい経ってます、ね、あ、そんな、はい、今、はい、デモテープ撮ってます、はい、それも楽しみですね、はい、まあやっぱりね、今後もね、もう好きなことやっていくしかないですよね。そうですね。まあ、皆さんね、お金は大変ですけどね。好きな人はやっぱお金ないですよね。ライブ見たり CD 買ったりし、ね、はい。そうです。今回もね、実は今日こちらに来る前に、アルバムをリリースしたばかりの野田鶴くん、夕闇行きというアルバムを出したんですけども、これ僕が一緒に今やってるジュリアーノっていうユニットの森本有臣くんだったり、さっき名前挙げました壊れかけのテープレコーダーズ、ハバナイスデイ、道の日などやられてるユサハルナさんも参加してる、野田鶴くんっていうシンガーソングライター。今日本当はね、流したかったんですけど、はい、CD 流せないということで。しかも来る予定だったんですけどね。あ、そうです。そうなんです。本当はゲストにも呼びたいぐらいだったんですけど、そういうなんかこの、いろんなね、こう、他にも、坂口くんとかいろんな、自分よりもまあ若い世代のアーティストとか、他にも知らない方といろいろやりたいなと思ってますね。いやー、ほんと、今日は、ありがとうございます。ちょっと、まあ散々でしたけどね。いえ、ほんとね、これ聞いてる方どんな感じで聞いたんですかね。まあ、とにかく。悲惨ですか。9月26日に発売される、はい。はい。この間まで先行通販や、まあ、少しライブ会場で少し売ってましたが、アマゾンやディスクユニオン等で、9月26日から販売しますので、よろしくお願いします。いや、今日聞いた方はね、ぜひ買ってください。とにかく。ね、一曲も聴けてないんです。いや、これは、アルバム聴くまでの楽しみにね、撮っとく。ということでね。お願いします。流しますって言って、流せませんでしたね。いや、もうね、音楽をたくさん聴いてる人も想像力でね、あ、もうこんな曲だった。でも、はい、僕、レーベルオーナーとしてっていうのもありますが、でも、ガゼルさん、畑野敦子さん、スワラーガ、あと、まあ、僕、自分がやってます、ブラウ、全部ね、本当に自信のある一枚です。これは名曲だなっていうものが、きちんと、収録できて、パッケージも含めて、最高の傑作が作れたなと自負していますので、ぜひ聴いてほしいです。いやー、小林さん、今日はありがとうございました。また。西山さんね、本当に、はい、本当何のこっちゃい。まあ、まさに何のこっちゃいですね。はい。どんなもんじゃい。どんなもんじゃい。何のこっちゃい。どんなもんじゃい。何のこっちゃい。今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんのこっちゃいにしゃば今の青春我がライブ人生。オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。 Try to the next stageアルファ。今はですね、スワラーガの松本玲子さんの紅茶がかかっているつもりです。この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組名フォームからお便りを申しております。この番組は生配信終了後、随時ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには、過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。今買ってるのは松本玲子さんの紅茶のつもりですが、普段はコーヒー派なんですけど、今は松本玲子さんに合わせて紅茶を飲んでいます。明日の朝はコーヒーを飲みます。いやー、小村さん、ほんとね。これで、この流れでフリートークですか。ここ行っちゃうとね、終わっちゃうの。そうなんです、はい。いや、でも、そうですね、西山さんは、でもそれでも今回97回目ですよね。穏やかや97回目ですね。あと3回で100回ですもんね。本当はこれ12月ね、すごい
も好きな人を呼びたいんですけど、どうですかね。本当はね、あのいつもですとわらびの方の、まあ、スタジオでちゃんとカメラとねマイクとかいろいろセッティングしてやられてるんですけど、今日は本当にあの穂高明子さんが言われてためちゃめちゃ狭いところに2人でねこのやってますけど、でも早くコロナが終わってちゃんと環境が良くなってまた100回目をね迎えられるといいですね。そうなんですよね、100回目迎えたいです ですね、まあ、今日はあの僕がこの番組を乗っ取った形で終わるような今日のゲストは何のこっちゃ西山さんでしたみたいな感じでいやいやいや、まだまだ、ねね、まだまだ乗っ取られないですでもじゃあ、はい、あれですか、これ次のゲストはまだ決まってないということで、あ、本当はここで発表できればよかったですね。あ、一応来月はあのいつものね3ヶ月1回のあの何のこっちゃとベスト10、まあ、随さんとやるやつなんですね。はい、楽しみにしてますまあ何のこっちゃとね流行したいんですけどなかなか流行るんですね。はい、何のこっちゃとだ、その独自のチャートをね作りたいっていうのがあるんですよ、ね、何のこっちゃと、はい、何のこっちゃとっていうのが番組であるんですね。昔チャートマニアだったんですよね。もともとヒットチャートは昔本当ベスト10とか洋楽のアメリカントップ40とかいろいろ聞いてましたね。それを今の自分で番組でやってる。今のキロショさんのトランジスタラジオに聞いたことないヒット曲イコール何のこっちゃと好きなようにやってるわけですね。はい。いや、小松さん、本当今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします。いえいえ、ありがとうございました。皆様、CD 流せなくて申し訳ございません。すいませんでした。はい。想像力を働かせてね、音楽を聴きましょう。お相手は、何のこっちゃい西山と、コバルトでした。何のこっちゃい、どのもんじゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。